機嫌いかがでしょうか。食べるトミーです。さあ今回の旅の舞台は千葉県銚子です。1年ぶりに来ました。でね、僕の目の前もうすぐですね、利根川が流れていまして、その利根川に架かる銚子大橋、もう大きい橋なんです。そして銚子はね、やっぱりね、空が広くてとっても清々しくて気持ちがいいんですね。1年前に上げた銚子の動画、まだ見ていない方はぜひ見ていただきたいんですけれども、今回はその旅の続きと言ってもいいと思います。まだまだ行きたかったお店、食べたかった料理あるんですけれども、それに加えてまた行きたいお店あるんですね。で今回はそんな旅をしてみたいと思います。さあ今回のうまいもん探しのグルメ旅、旅の舞台は千葉県銚子市。その銚子、有名なもんいっぱいあるんです。まずは日本で一番早く見ることのできる日の出のスポット、それから銚子といえば醤油の産地、山里茂田各工場が銚子にはあり、町は醤油の香りに包まれています。そしてユーモアあふれる商品開発で万年赤字から黒字へ脱却した銚子電鉄。その銚子電鉄、2023年の7月に開業100周年を迎えました。そしてそして銚子は日本屈指の漁港町。銚子に来たらやっぱり新鮮で美味しい海鮮食べたいでしょう。さあさあさあ、銚子でうまいもん探しのグルメ旅、やっぱり銚子といえば醤油、醤油といえば銚子のあれ、銚子のあれなんだと思います？ということで向かった先は銚子セレクト市場。こちらの市場、まあ市場といってもお店なんですけれども、銚子の名産品などが購入できるショップなんです。さあその店先見ると、これ昨年も伺いました、ソフトクリームの置物。そうです、銚子の名産醤油がソフトクリームになっちゃった。それではいただきます。するとどうなの、去年も食べたんだけど、うん、噛むでしょ。あ、思い出す思い出す、そうそう、これバニラベースなんだけども、やっぱり醤油の味するんです。そうそう、醤油のソフトクリームっていうぐらいだからね。でも二口三口噛んでると、やっぱりバニラの味の方が強いかななんて思って噛んでると、あれ、やっぱり醤油の濃さ、塩分、それも感じるしね。なんじゃこりゃ、醤油インパクト。いやー、醤油のソフトクリーム、口にしたことなければちょっと腰が引けてしまうような感覚になるんですけど、なぜか不思議、美味しいんだこれ。謎うま。さあ続いて向かったのは食事処すずめ。やっぱり銚子に来たら胃の一番に銚子の海鮮食べたいなと思って訪れたんです。その店先メニューを見てみると、ほら、美味しそうな海鮮の数々、どれにしようか迷ってしまうんですけども、銚子で食べる魚料理、これにしました。そうです、マグロ刺身と金目鯛煮魚定食。どうですか、このマグロの綺麗な色、そしてやっぱり銚子といえば金目鯛の煮魚、甘辛い香りが卓上にわーっと広がっているんですけども、まずはマグロからいただきます。そのマグロ、バチマグロでしょうか、綺麗な色しているんです。口に入れて何口か噛むと甘みがわーっと広がるんです。そう、銚子のマグロは今がまさに旬、脂が乗って本当に美味しいんです。いやー、この店入ってよかった。さあマグロ白米ときたら、やっぱり味噌汁飲みたいっつうもん、そのお味噌汁の具材、わかめが分厚いんです。なんじゃこのわかめっていうぐらいの、この量もそうなんだけど、厚みもある、食べ応えある、いやー体に良さそうだぞ。そんなお味噌汁飲むと心がほっと一息ついた後、マグロに戻る。そのマグロ、しそを巻いて食べます。これね、またちょっと違った風味がするんじゃないのと思ってやってみたんだけど、美味しい、シソの風味、そしてもともと美味しいマグロ、美味しいね。さあお待たせしました、自分会いたかった金目鯛に行きます。その金目鯛、箸で割って掴む、すると裏っ側見るでしょ、これ、うわー、うまそうな色してる、もう味が染み込んでるよこれ。もう食べる前から美味しそうなんだけど、口に入れて噛むとこれうまい。
そして甘辛い味付けだから白米が行きたくなる。もう米金目、米金目、このローテーションが止まらないんです。いやー、銚子の金目、噂では聞いていたんですけど、銚金と呼ばれるブランドの金目鯛なんです。いやー、本当に美味しい。もうそれ以外のことがない。銚金インパクト、本当本当。さあ、楽しくて美味しい時間は食べれば食べるほど残りわずかになってきます。マグロ4切れです。特別狙っているわけじゃないんですけれども、今年も去年もこの銚子12月に来ているんですね。その12月に旬のマグロを口にすることができる、これ本当に幸せだなって心から思うんです。そして金目鯛、まあ金目鯛は6月とか7月とか初夏が旬だと思うんですけどね、その頃はイワシも美味しいんでしょうね。さあ最後、金目の目食べます。そう、これ体に目にいいと思うんです。うん、いいのかな、うん、どうだ、食べる。うん、これね、全然美味しいです。甘辛い味付けで美味しくいただきました。さあ、今回食べたマグロのお刺身と金目鯛の煮魚定食、どちらも本当に心から美味しくて大満足です。トークマ、お腹が満たされたところで、続いてはですね、日常にあまり馴染みがなくても旅先でついつい行ってしまうところ、それは僕の場合神社仏閣なんです。ここ銚子にもありました。ということで、向かった先は銚子電鉄観音駅からすぐそば、飯沼観音。訪れたのは平日の昼下がり、人も少なく静かな空間が心地いいんです。そして五重の塔のすぐそばにあるこちらの大仏、これが銚子大仏なんです。その大仏、サイズは小さめなんですけど、ほら、大仏の目の前に来るとなんだか目線が合っちゃって見透かされてるような気がするんです。さあ、そんな大仏を後にしてお参りしていきましょう。僕はいつも望むんです、皆の悲しみの涙は一つでも少ない方がいいと。さあ、飯沼観音を後にすると利根川沿いへやってきました。さて、今回の銚子のうまいもん探しのグルメ旅、実はここ銚子で一泊します。で、泊まるのは旅館です。といってもただの旅館ではなくて、銚子で歴史ある伝統ある老舗の旅館に泊まります。で、今まで泊まった著名人、これがすごいんです。大隈重信、伊藤博文、島崎藤村ね、すごいでしょ。いいんでしょうか、私食べるトミーが泊まってもっていう、そういう気分になっちゃうんですけども、いいんです、お金払えば泊まれます、高くありません。で、旅館といっても夕ご飯朝食出ないんです。素泊まりの旅館なんです。もう以前から一度でいいから泊まってみたい旅館だったんでね、すごい楽しみなんで、これから行ってみたいと思います。さあ、今晩お世話になる旅館、利根川からすぐそばです。見えてきました、大新旅館。どうですか、この外観、もう歴史を感じさせる、そんな外観してるんです。ほら、この看板だって国際観光旅館だってね。さあ、早速門から中へ、敷地内へ入っていきます。このアプローチいいじゃないですか。そのいい感覚、それは館内へ入っても変わることはないんです。数々の家具、壁、床、どれをとっても歴史を感じさせる、そういう感覚になるんです。さあ、昔からある旅館、それを感じさせる赤い絨毯、そこを歩いていくと、ほら、はーぎ、これお部屋の名前がね、いろんな名前ついてるんです。さあ、部屋の中へ入るとどうですか、和室の6畳タイプ、今回は楽天トラベルで予約しました。すごく歴史のある作りなんだけど、清潔、好印象、
でもうね、布団が敷いてあっちゃってね、もういつでも寝れる状態。その布団、せんべい布団じゃありません。しっかりとした厚みがあってよく寝れそうなんです。おお、いいじゃないのね。やっぱり広縁があるっていうのはね、自宅じゃ味わえない空間なんでね、僕大好きな空間なんですけど、この広縁いいね。一杯できるよ。うん。さて、二重になっている窓を開け、外の景色を見てみると、大きな通りの向こう、そうです、漁港が見えるんですね。やっぱり歴史を感じさせるものっていうのはね、この建具。ほら、このラジオ、こんなラジオね、今時見ないからね。これつくのかね、ちょっとつけてみる。これ、あ、つかなそう。あ、全然つかなそう。さすがにつかないか。まあ、実際ラジオ聞きたいときはもう、スマホでラジコで聞けますから、まあいいんですけどね。いや、この建具がすごいいい味出してるわ。うん。さあ、旅先だからちょっと早い晩ご飯。素泊まり旅館なんで、近所のスーパーと鮮魚店で買ってきました。それがこちら。どうです、紅白のお刺身とお寿司、ポテトサラダ。まずは近所の鮮魚店で購入してきたメカジキ。どうですか、これ調子さんなんです。いやー、いい、綺麗な白色してる。それからバチマグロ、これも調子さんだと思います。600円です。うん、紅白でめでたい感じになっちゃったよ。さあ、続いて太陽というスーパーマーケットで買ってきました。これポテトサラダ。ポテサラはお店によって味付けが全然変わりますからね、楽しみです。そしてこちらのお寿司、これなんて読むと思います？そう、北仙って読むんです。北仙締めイワシ、それをお寿司にした商品なんです。なんだか初めて食べるような気がするんですけど、これ噛むと酸味がわーっと口の中を襲ってくるんです。いやー、僕酢の物とか酸味のある食べ物好きなんでね、これもう抜群に美味しいです。いやー、調子さんじゃないからどうなのと思ったけど、いいよね、そこまでね、パーフェクトにね、決めなくたってね、うん、美味しそうなもの食べればいいんだよ。うん、うめえなこれ。そんな美味しいお寿司を口にすると、やっぱり欲しいのがビール。プルトップをプシュッと開けて一気に流し込む。いやー、至福の時間ってこういうこと言うんじゃないの。ほろ酔いになったところで、銚子さんのメカジキいただきます。いやー、メカジキって食べたことあると思ったんだけど、最後に食べたのいつだっけ、忘れちゃったんだよね。うん、そんなメカジキ口に入れると、いやー、このねっとり食感に噛めば噛むほど出てくる甘み。いやー、メカジキってこんなに甘いお魚だったの。うん、あー、めっちゃ甘いこれ。で、やっぱりお刺身にも相性がいいビール。うん、ただのビール好きじゃないんです。美味しいもんに相性が、いや違うな、ビールも好きだな。うん、最高だ。さあ、今度はバチマグロいきます。そう、このマグロね、お店で見た時から思ってたんです。綺麗な色してるんです。もうバチマグロとは思えないような美しさって、まあ、表現合ってるかな。そう、食べるとこれまたメカジキ同様に甘みがうわっと口の中を襲ってくるんです。いや、こんなに甘いバチマグロ食べたのは初めてかもしれない。いいなあ、銚子の人、こんなマグロ毎日食べられるんでしょ。いいなあ。そうそう、メカジキ、そう、カジキの一種で、銚子ではメカと呼ばれてるんですって。そう、正月はマグロとセットで紅白の意味合いもあるそうなんです。さあ、続いてはスーパー太陽で買ってきたポテサラいきます。ポテサラ僕大好きでね、いろんなお店の食べるんですけど、ここのポテサラ、マヨネーズ、ソース、醤油、何もかけるもいらない、このままで美味しい。いやー、もうね、こういうの買ってきて食べるって、お、そうそうそう、これマグロ2切れ同時に食べる贅沢食い。いやー、これどれを取ってきてもね、やっぱ買ってきてお部屋で食べる醍醐味、まあそれはそれで楽しみがあるっつうもんですよ。
いやー、今回やった地元の鮮魚店で買ってきたお刺身、漁港町ならワンランクツーランク上を行きます。徳間おはようございます。銚子の朝です。時刻は6時をちょっと回ったところなんですけれども、なぜこんなに朝早く動いてるかというとですね、銚子に来てやっぱり見たいんです。日の出です。今回泊まった旅館の近くではね、日の出が見れないんですね。銚子ならどこでも日の出が見られるという、そういうわけではなくて、東側ね、海沿いの方に行って見ようじゃないかという、そういうことで朝早く起きて動いてます。この銚子の山佐工場ね、まだ早すぎちゃってね、まだ醤油も稼働してないんじゃないの。これもうこの中野町の駅の付近はね、やっぱり醤油の工場があるから、一帯が本当に冗談抜きで醤油の香りで包まれてる。そんな醤油の香りに包まれた山佐工場の目の前にある駅、中野町駅、この駅が今日の朝のスタートです。そんな中野町の駅舎の中に入ると人が誰もいないんです。朝早いせいでしょうか、山佐工場に出勤する人々でもうちょっとしたら溢れるんでしょうか。さあ、そんな銚子電鉄、1日乗車券購入しました。さあ、目指す目的地、それは日の出が見られる場所、そう、東側の海岸沿いです。朝早い電車、こんな時間に電車乗ることあんまないんですけども、車窓から見える景色、朝焼けにキャベツの畑、いやー、オレンジに緑、いい朝を迎えています。さあさあさあ、目的の場所に近い最寄り駅、足利島駅という駅で降りました。さあ、日の出はもうすぐだ、急げ急げ急げ、海岸まで走っていくぞ。いや、海が見えてきた。さあ、日の出の時間、ジャストタイム、ギリギリ到着。しかし、ご覧のような景色が広がっているんです。今日の銚子の日の出は雲が分厚い。これもうちょっとね、時間かけて、上の方へ上がってくればね、見れるんじゃないかなと思って、しばらく待ちます。すると待った甲斐がありました。銚子の日の出、雲と雲の間から顔を覗かせてくれました。それはオレンジ色に輝き、大きな存在感のある
光、すごい、やっと顔を覗かせてくれました。銚子の日の出、日差しの強さがすごいんだ。これすげえな。そうなんです、水平線ギリギリに位置する太陽の光は一直線地上へ向けて力強く差すんです。本当によかった。灯台の前に来ました。さあ今度は暴風の中犬吠埼へやってきました。目的はそうです、犬吠埼灯台に登るためなんです。その灯台、歴史は明治7年、いや古い灯台ですよね。そう、入り口にある幸せを呼ぶ白いポストと灯台の景色、いい感じだ。さあ、この灯台、1年前に登りました。あの時見た景色、そして今見る景色、どう違っているのか、楽しみに登りたいと思います。さあ、狭い階段をぐるぐる螺旋状に登るんです。80段以上あると思います。うん、なんだか去年登った時より疲れる気がするぞ、気のせいか。さあ上上がってみる景色、いい景色じゃん。今度はですね、この犬吠埼の灯台のすぐ横にある、犬吠テラステラス、1年前も伺って銚子ビールいただきました、今回ももちろんいただきます。そうです、続いて向かったのは犬吠テラステラス。白い外観と青い看板のコントラストが美しいんです。そんな館内へ入ると目的の場所、銚子ビールが飲めるお店があるんです。昨年伺った時は3種類の飲み比べセットを飲んだんで、その中の一つ美味しかった印象のあるビールを飲もうと思ったんですけども、その商品今年はもうなかったんですね。なので今回選んだのはこちら、オールフォーワン、ね、990円フルサイズで注文しました。そんなオールフォーワン、見た目の印象は濁りが特徴的なんですね。じゃあ口にするとどうなのっていうと、これホップの量、アルコール度数の高さ、ガツンとしたインパクトが口の中、体中を襲ってくるんです。これ僕好み、うん、やっぱり来てよかった、大満足です。深うま。さあ続いては銚子の美味しいビールを飲んだ後、やっぱりお寿司食べたいっつーもん。そう、銚子で人気の回転寿司、魚料理の島竹、こちらのお店昨年も伺いました。とっても美味しい印象しかなかったので今回も食べます。銚子のお寿司、怒涛の7連発、まずは金塊マダイからいただきます。いやー、どうなの、マダイ久しぶりに食べる気がするんだけど、このマダイのお寿司、噛むとほんのり甘みが広がってくるんです。そして口の中で溶けるような食感、美味しいんですね。さあマダイの後はやっぱり食べます、釣り金目。そう、銚子といえば釣り金目、銚金と呼ばれるブランドの金目鯛、美味しい。さあ続いてはもう怒涛忙しいですよ、イワシ食べます。このイワシね、まあ銚子のイワシじゃないかもしれないけど、旬は夏なんでね、どうなの。でもね、これ美味しいんだ。さあ続いて忙しい本マグロの赤身いきます。僕本マグロの赤身が一番好きなんだけど、これ真っ赤っかじゃない、ちょっとトロみたいな色してるよ、どうなのと思って食べたらね、これもう全然魚じゃない、動物のお肉みたいな味、美味しい。これが赤身でいいの、油も乗ってるっつうことで、さあ怒涛の7連発忙しいんで続いていきます。近海ヒラメ縁側、そう近海で獲れたヒラメ、その縁側部分いただきます。するとどうなの、これやっぱりコリコリ食感、食感が楽しいのが縁側通もんです。そして甘みもちゃんと感じることができるんです、いや美味しい。さあ続いては大好きな本マグロ、これ大トロでいただいちゃいます。ちょっと高いんでどうしようかと思っちゃったんですけど、せっかく来たんだからね、いっちゃいいっちゃいで。するとこれ口の中でふわーっととろけるような
甘さと食感わーっと広がるんです。いやー来てよかった、食べてよかった。そう、そして甘いといえば甘いつながり、やっぱり調子来たら伊達巻き食べないと。そんな調子の伊達巻き、漁港のプリンと呼ばれてるんだって。そう、何度食べてもやっぱりプリンのような感覚。これ伊達巻きじゃないよ、スイーツだよ。いやこれ食べるとやっぱり調子に来たなって感じがして大満足、本当に美味しかったです。ハピウマ。さあ、お寿司を食べた後は銚子電鉄の終着駅へ。続いてはですね、銚子電鉄の外川の駅前に来たんですけれども、まあこれがねノスタルジックなのよ。そう、木造平屋建ての駅舎、そばには昔ながらの赤いポスト、もう昭和の時代がここだけ取り残されたようなノスタルジックを感じる駅舎なんです。いやー、こんな駅舎この令和の時代にまだ残っているんですね。さあ、そんなノスタルジックさは駅を出て外の街並みを歩いても感じることができるんです。それは古い家屋の街並みがそんな気持ちにさせるんでしょうか。そして外川の漁港に来てもこの漁船の絵を見てもね、なんだか昭和なノスタルジックさを感じるんです。さあ、今度は海沿いへやってきたんですけど、まあこの日は風が強くて砂浜でちょっとゆっくりなんてできませんでした。めちゃめちゃ風すげえ、しぶきが。そんな海岸を早々と退散すると町へ戻ってきます。そう、この一軒家、普通の家みたいな、うん、でも玄関先見ると大きな熊のぬいぐるみにメニュー表みたいのが見えるよ。そうなんです、こちらの建物昔からある豆腐店なんです。そう、このようにメニューがあってね、もめんとか絹ごしとかね、豆腐売ってるんです。そう、こちらのお店創業は明治42年、地元で愛され続ける豆腐店で食べるスイーツ、そう、これ豆乳プリンなんです。それでは老舗の豆腐店でいただく豆乳プリン、いただきます。さあ、口の中に入れて一口二口三口噛むと、うん、これすごいよ、甘いよ。そう、この甘さの正体、きな粉と黒蜜のせいなんです。じゃあ肝心の豆乳プリンはどうなのっていうと、豆乳本来の素材を生かした味なんですね。僕豆乳好きでよく飲むんですけども、これ楽しみにしてたんです。なの、あ、じゃあこれね、風が強くてね、きな粉が喉の奥入っちゃって食べるの大変だったんですけど、いや本当に来てよかった、こんな食べ物あるんですね、美味しかったです。甘うま。さあ、旅もいよいよ終盤です。今回の銚子でうまいもん探しのグルメ旅、ラストの場所はあそこを選びました。ということで、食べる銚子2023、締めの場所は地球の丸く見える丘展望館。そう、銚子は地球が丸く見えることを実感できる場所でもあるんですね。そして銚子で一番高い場所に位置するのがこの展望館なんです。そんな展望館の最上階へ上がると、ほら、どうだ、うん、いやいや、ああそうね、湾曲してるよ、地球が丸く見えてる、あ、丸いんだね、あ、本当に丸いんだ、うん、と実感できる場所、わかったよ。そう、世界はつながっている、今年も来年もずっとその先もいい年でありますように。今回の銚子でうまいもん探しのグルメ旅、いやどれも本当に美味しかった。なんだろう、この微妙とかさ、普通とかさ、そういうのがなかったね。金目鯛あんなに美味しいんだね、改めて分かりました。金目鯛に限らず鮮魚は本当に美味しいね。銚子はね、関東最東端で太平洋に突き出ていて、でなおかつ親潮と黒潮がぶつかっている場所で、そして日本で一番早く日の出が見られる場所、僕ねパワースポットだと思うんです。なんか気の通りがいいっていうかね、すごくね銚子に来ると元気をもらえるような気がするんですね。そしてまた未来へ向けての運気も上がるようなね、そんな印象を受けています。これで2年連続銚子に伺いましたが、
来年以降もね、来れるようにね、本当に頑張りたいと思います。とっても寒いんですけども、最後にこれいきます。いただきます。おいしいよ、おいしいよ、本当にスパチャとかしてくれないですかね。今日の締め日見たいんでこれでビール買ってくださいとかね、ちょっとずずしいかね。もう、そういうのね、一回でもあるとな、嬉しいんだけどな。心優しいあなたからのスパチャ、お待ちしております。最後に一言いきます。銚子のグルメで心を豊かに。楽しかったでしょう。登録。